みのりんの感謝で無茶振りセカンドシーズン。おはようございます、河原みのりです。さて、本日でセカンドシーズン最終回となります。ついに最終回、長かったですねセカンドシーズンね、やけに長かった。最初のファーストの倍ぐらいやってます？そんなことないですか？なんかもう長すぎてあんまり何やったかって感じなんですけど、ただ実践の方は結構意外と勝ってるっていうイメージです、自分的には。まあ、ここ最近あんまり調子は良くなかったかもしれないんですけど、まあ、トータルプラス3枚も結構ずっと守りつつという感じで、いいシーズンだったんじゃないかなと思うんで、今日はまあ最後の締めくくりですか、最終回ということで、本日気候団印西店さんにやってきております。千葉でございます。おはよう千葉。はい、でですね、今回最終回ということで、なんとフリー実践です。でも前回もフリー実践だったな。うん、それは自分で勝ち取ったフリー実践でしたっけ。そうだった。何も覚えてないのも、1個前のやつも覚えてないのも、覚えてるわけない。セカンドシーズンの全てを。はい、そうでした。で、今回はもう問答無用で、フリー実践ということで、まあ、フリー実践っていうか、何をしてでもいいから、何としても勝てみたいな、そういう無茶ぶりというか、まあ普通に立ち回って勝てますよねっていう、なんか一番プレッシャーの怖いね、実践となっておりますが、まあ、ちゃんとここは最後綺麗に勝って終わりたいなと思っておりますので、プラスにできるよう皆さん応援よろしくお願いします。そうですね、1400枚もあります。お、ご褒美、やっとご褒美ですね。よかった、頑張ってきてよかった。なるほど、1000枚からの4000枚、8000枚、いや8000枚は無理でしょう。いや無理なことはないかもしれないけど、今2400枚ですよね。でもなんかもうちょっと早く最終回来てたらもうちょっとプラスだったんですけど、私4000枚全然いけたな、ちょっと減らしてしまった。まあさすがに1000枚プラスは残せると思うんです、下手しなきゃ。なんでまあ一応4000枚目指していきますか。ってなると、まあ打つ台もね、ちょっと荒めの台に行った方がいいのかな、どうなのかな、わかんない、怪我しそう。まあ大丈夫でしょう、おそらくプラスは残せると思います。ちょっとマイナスになっちゃってもね、はい、大丈夫かな。なぜなぜ体重計に乗らなくてはいけないのでしょうか。大丈夫ですよ、家にやりますもん体重計。大丈夫大丈夫、いい、わざわざこんなところで測らなくていいですよ。なんで急に体重計出てくるんですか。全然意味わかんない。今日負けたら乗らなきゃいけないってことですよね。うわ、急に、じゃあ1000枚プラスを残せばいいとか、そんな生ちろい感じじゃないってことですね。わかりました。まあとにかくプラスにすれば OK です、勝てば OK ということですので、実践頑張ってまいります。はい、最初に選んだ台はこちらでございます。中国少女よいの研ぎ、よい研ぎ久しぶりですけど頑張ります。朝一ね、天国あったら嬉しいです。リセットされているのかな、まずそこですよね、バラエティだし、ドキドキ。お、いいよ、プライバシーの侵害だ、あれ強烈役だよね、になるよね、今のはね。あいよ、ほいほい。お、こっちも頭が痛くなるよ、だいぶお疲れね。はい、赤い、これはなんか引けんのか、ここで引いちゃうの。おー、チャンス目を、はい、
赤いじゃないか。これはチャンスゾーンはいけそうな気配。お願い。うん、した。オッケー、オッケー。恨んでいるの。はい。で、MB 引いてます。お、こっから入るからちょっとチャンスですね。これで今日、あ、ダメだ。次か。はい。とりあえずチャンスゾーンは入ってくれました。さあ、いけないか、いけないか。ダメか。ややくならなかった。まあでもベルレア役でチャンスではあります。引けないときまず引けないんだよね。あ、全然ダメ、やばいやばい、何も引けない。あ、出たい出たいです順押しかな、順押しで行きたい人。はい、違う、ちょっと待って、早まるな、早まるな、なんもダメですね、多分。やっぱ深夜はアニメ、本当にアニメ好きだ。誰、何、これって特撮じゃない。はい、当たりません。恨んでいるの。あ、白か、ラーミストップがあるかもだけど、お、そしてまた一応条約にはなってるんだけど、なんだなんだ、お、これは、お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 、あるんじゃない。お、お、いけた。はい、地獄少女への道だっけ、地獄少女、はい、あるかもな。いない、なんだろう、ダメだった、当たりはしなかったけどチャンスオンです。あとはあなたが決めることよ。はい、よし、これをチャレンジしてダメだったらやめよう。ダメだな、全然何もいけない。おお、やっと、はい、青でしょ、仕事かな、お、はい、どうしよう、挟む、ダメだ、当たる気がしない、いや何も引けない、あー、でも私には無理、そう無理だよ、無理無理、おい、聞き届けた、これはちょっと無理だな、はい、恨みの念を感じる、いや赤ちゃん、あら、これはね、打たなきゃダメかも。ラビストックが赤だと、まあストックはある、 100% ある。どうする、3個とかあったらでかいですけどね、そんなないかな、迷うな、やめるつもりだったのに、行っちゃう、でもこれ天井確か1280とかなんですよね、1200かどうしよう、今3000円なんです、まだ。でも結構使うんだよな、いやでもなんストックあんのか、頑張れるかもしれない、頑張れるかもしれない、行っちゃうか、行っちゃう、はい、ここがもう今日の勝敗を分ける大きな、あ、投げてる、おい、強制だね、まあすぐ当てればいいんだよね、そうそう、恨みの念を感じる、うん、感じるよね、あるんですもんね、ストック、タケルもう助けて、地獄少女、うん、もう ありますね、これね、チャンスゾーン、チャンスゾーンも結構入ってるしな、
うまく噛み合えばすぐ当てれると思うんですけど。はい、はい、急に0時。あー、行ってほしいな、チャンスゾーン。あった、このボタンを押せば。でも赤いのが1個も来ない、ダメ。どうしてつつ、はい、私はただ降格を、スイカかな、スイカ。お、いいぞいいぞいいぞ、1個だけど。私を地獄へ流したいんでしょう。落ちないな。お、すごいスピードだ。やはりすごいスピードです。危ない、危険だ。どうして私はもう2枚目を手にしているの。やばいです。でも4000枚目指すならねって感じですよね。もう何打ったらいいのか最近分かんなくて、本当。それであの人が助かるなら憎んでいるんですよね。2つ目いいよ、応援だし。あれそうかな。おーしよしよしよし、いいね。うん、あるでしょう。あー、いや黒いな。お願い、地獄少女、お願い、来い、来ない。どうして繋がらないの。ガー、あれ、あ、今433ゲームです。ここで当たってくれたら嬉しいけど。私にすぐみさんもパンチできる。おおおおお、お母さん。おお、私は地獄少女にでもならない、はい、地獄少女への道ですね。地獄少女あるかもしんないよ。当たってください、お願いします。お、赤字来てる、いる、あるよ、あるよ。あ、続くんだ、あれ続くんだ、まだ分かんないな。はい、次こそ。あ、なんか引いてる。あったわ、当たった。まさかまさか、452ゲームですね。400、こっからもう一回やるかな。459ゲームのゾーンで当たりました。ありがてえ、よかった。投資12000円、結構使ってるけど抑えた抑えた。よし、ありがとうございます。453ゲームです。ふー、30枚あるし OK で、ストックはもうあるのは分かってるんで、なんとか伸ばしましょう。マジでよかった、1200ゲームまで行くところでした。危ない。おお、おお、キョウベルじゃん、閉まんないの。え、キョウベルじゃなかったの、何だったの。スイカ、スイカをこぼしていただけなの、私が。信じられません。ああ、狙ってみる、だよね、見えるので。あれ、行くよ。はいはい、とりあえず1セット目スタートです。そうだ、ストックがここで、そうだ、あるようなやつだ。はい、おめでとう。でストックはありましたです。はい、はい、とりあえずコスプレをチェック。お、待てよ、サンタ水着があります。だからやっぱり落ち着く。天国期待しちゃってもいいんですか、ちょっとは。天国準備だっけな。
次は可能性アップなだけだけど、サンタがもう次回天国準備以上確定なんで、天国準備って言っても天井800とかなんですよね。まあでも天国はもしかしたら会ってくれるかもしれない。とりあえずこの ART をつなげることだけを考えよう。まあ1個しかついてないんでね、やばい。あ、でもまあストックが1個あるんで継続はするけれども、うん、 MB 来た。いや、違う違う、ただのベルじゃなくて、うわ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 、やってるな、やばい、跳躍にならない。スーサーじゃないよね、あれスタッフがあるから、あれ、はい、すごく審判生き返らせてくれるのか、はい、反省が足りない。お次はロック、あの身のこなしは期待できるな。渋谷は紐なしバンジー、ないない、いや、大丈夫なんです。はい、あ、早い、今度は早すぎる。そうか、見えるので行くよ。バナナ地獄巡行招待、おコスプレなのでありますね。でも一応光ってるけど、これが絶対じゃないんですよね。内部的には継続率3つ点灯分ぐらいあるかもしれないし、お、予約、うん、来ました、追加ありがとう。どうせ継続はするんだけど、押してみる、もうなんかストックで継続してるのかわからない。狙ってみる、はい、見えるので行くよ。サンセット目いきます。何もやれてる気がしないけど、はい、もうちょっとストックがあるのかどうかわからないんで、ピカさん2個とかストックあったかもしれないですもんね、最初からね。あの感じの継続の仕方はなんかストック使ってそうなんだよな。うん、うん、継続さす気ないな。いや、なかなかしぶといな。しぶは紐なしバンジーだ。降りない人へ押しなさい。ダメか、なんか終わったくさい。終わった、普通に終わった。全然中身でやれませんでしたね。293枚です、足りないんですよ、半分しか戻せてない。ロックプレシスト、超広角だっけかな。で何かを引いておきたいけど、やれた試しがない。もういけないよ、だろうな。おお、なんかもう一回、おお、後期、あれ、終了かい。なんで何の後期だったの。いや、
トップアップ早めに当てれたけどチャンスを生かせなかったので、まあ、ここは天国もないし移動しましょう違う台に。はい、久しぶりのスロット魔法少女マドカマジカ2です。新台もあるけどね一応あるけどあえての今日は2です。いやマジで久々だな多分この無茶ぶりでのセカンドシーズンでおそらく1回マドカ2打ってると思うんですよ。それ以来ですよ多分っていうぐらい全然触んない。やべえすぐなくなった200枚くらいあったのに。そうだよこれは5号機なんだ。追加投資です。でもこの間新しい窓か全然出せなかったじゃないですか。でもなんか結構やれるっちゃやれる感じの台みたいですよ。多分コードギアスよりは勝ち方が分かるかもっていう感じだったんです。コードギアスは辛いかな。未だに1回も勝ててないし。でもめっちゃ出せてる人は出せてるんですよ。なんだろうだから本当荒いやつだと思いますめちゃめちゃある意味。最近はもっぱらやはりイニシャル D かガメラか大体ガメラ最後行ってちょっと濁して帰るんでこちらも濁す。おーはいはい。おあれ入ってんじゃん。おめでとう。まだか。はい。紫7じゃないとないですね。スーパーカナナで単独紫7でチャンス目 A 移植チャンス目 AB の停止型がまず覚えてないですもんね全然何本覚えてらん。ちょっと ART は入りませんでしたがでもやっぱボーナス1回ベッド当てただけで150枚出ると150枚もくれるのってなりますねやっぱね。でなんかタッチあ、キュッピー、はい、なんでもないです。さあ、お？なぜ？何いいなんだ。発展です。通過投資です。まだまだのかい。あ、違うね魔女の結界ですね。じゃあスイカから入ったのか。大丈夫。まあ、なんとかさやかちゃんさあチャンスゾーンです。たださやかだしね。もう後悔とか全然ないの。おう、おこじ安心あんの。え、なんかまず全長にも行かないで入ったしな。ちょっと謎なんですけど。はい。おお。当たってそうだな。旦那とこで急に赤字で喋ったりしないですもんね。情けないよね。さやかちゃんのためなら。うん。私。そんな感じで当たるんだっけ。何。はい。うん、大丈夫だと思うよさすがに。いくよ。
さり当たったな。126ゲームです。やったね、さやかちゃん。はい、まあ、運が良かっただけだって。通貨投資1000円入れて、総投資1万6000円です。戦えてる。入りましたね。これをまず50ゲームストレートで終わらせないようにする。出す、出る、出てます。期待してもいいんじゃねえの。いいと思います。まどかの心を奪うとは言えんか。ビビビビも取れてきたね。引いてるのか。もう勝つ流れかな、これは。おおおおおお、そう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 、あ、勝つ。先にあいつを片付けるか。ああ、はい、長いんだね。はい、マジカクエストです。マジカクエスト、よし、頑張ろう。上乗せチャンス、チャンス。ああ、長い。次だ、次。大事。あ、行けない、行けない。15ゲーム、しょぼい。お、チャンス目。ありがたい。どうだ、チャンス目とか乗せてくれんだ。あ、しかも、あ、ウィン、全部ウィン。やった。やったぜ。あ、あ、あ、急に、ボーナスですね。凌駕した。はい、契約は成立だね。やった。お、紫の穴。ほい、ほい、チャンちゃんとラッシュ中にボーナスも引けて順調です。ビッグボーナス。はい、まあ何も獲得はできませんでしたが、キュッぷいしか言わんな。あ、不良時も10ゲームくれんだ。そうだ、マギカラッシュ。落とさないか、いい展開。あとはスイカでワルプルギスの夜なんか弾けたらね、完璧です。右左スタート。まくれるんじゃないかな、ワルプルギスとか弾いたら。おっ、オーケリー。おっ、やったやったやった。あ、はいはいはい。あ、熱い。